石垣島の近くに熱帯低気圧があるそうですが、海はとっても穏やかです。そうなればサンゴにお魚さんわしゃわしゃコース、9月でも10月でも11月12月でも年末年始を含め年中石垣島の海はシュノーケル楽しめます。夏は水温上昇、そうなるとサンゴの健康状態も気になるところ。サンゴの白化具合も含めてツアー動画ご覧ください。今日の石垣島はどんなかな。夏のピーク7月8月は暑すぎて昆虫さんもあまり見かけなくなります。でも9月に入ってからは出始めてきましたよ。ほら、わかりました？まるで木の枝みたい。いえいえ、ちゃんと動いてます。これは昆虫七星さんです。かくれんぼの達人さんです。今日の海はどんなかな。9月11日、今日の海は風は無風、波もありません。水面はまるでのっぺりプールみたい。その水面には空の雲が映っていますね。こんな海をベタナギと言います。さらにグラスボートで移動するツアーですから、ポイントに到着すればサンゴとお魚さんの予習からスタートです。そして海にドボンと入ればすぐにコースを回り始めていきます。10年ブランクでも基本動作の確認をすればすぐに泳ぎ始めていきます。ならば手始めにシャコガイさんのご紹介です。こんな綺麗な水中世界ですが、ちょっと水温チェックしてみましょう。今日は31度。サンゴは健康状態が悪くなると色が抜けて白くなる白化現象を起こす種類が多いです。この岩みたいな浜サンゴ、元気いっぱいな時はこんな茶色い色ではありますが、その隣には白くなっている個体があります。これが白化現象です。ただ茶色の部分が残ってますね。この部分は復活してきた色合いなんですよね。白化の時はまだ生きているサンゴです。環境によるストレスがなくなると復活してくる個体も多いんですよね。無事に元通りになってくれると良いですね。そしてこちらのサンゴも真っ白、白化した状態になっています。でも藻が生えていないのでまだ生きている状態ですね。ただ今回の動画、不安を煽るだけのつもりではありません。その隣では白くなっていないサンゴたち、健康状態の良いサンゴです。2022年の夏、水温上昇大規模白化後育ってきたサンゴたちなんです。白くなっていない理由は分かりませんが、環境に適応し始めている種類かもしれません。このブニブニしているサンゴもほら、色が濃くなって戻り始めている個体がありますね。このまましっかりサンゴが生き残ってくれれば、鮮やかな涙クロハギさんも可愛いヒョウ柄、南ハコフグの幼魚さんも安心して過ごすことができる水中世界になりますね。水温が上がっている夏、少しでも早く落ち着きますように。サンゴとお魚さんワッシャワシャコース、いつまでも楽しめますように。少人数ツアーはベテランさんからブランク10年の方まで幅広く今日も海を楽しんでいただきました。9月10月11月、まだまだご予約可能日ございます。海を楽しみたい方ご連絡ください。ではでは。